これラグナビーチっていうとこで、カリフォルニアの少し南の方ですね。コスタメサ、エンゼルススタジアムとかアナハイムからもっと南に来たもん。すごくいいとこです。はい。トロリーバス。これほぼ無料なんですよね。まあ観光地なんで。ラグナビーチ。日本人の観光客はほとんど来ないですね。ぜひ来てください。詳しいことはまた聞いていただければ。何にもなくて海しかないですけど、サンタモニカビーチよりは僕はこっちの方がいいと思いますけど、ただまあ知らないと来れないですからね。ラグナビーチトランジット、いいとこですよ。いいとこですよっても分かんないね。と天気が良くて海しかなくって